鈴木キャリー、キャリー、キャリーは、鈴木、1990年9月以前は、鈴木自動車工業が製造、販売する、軽トラック。9代目までは、軽ワンボックスカーのラインナップ、キャリー版も存在したが、7代目からの平売時期を経て10代目、キャリーイコール3代目、エブリー中盤以降は、独立した社名であるエブリーに完全移行ている。本項目では、 ラージキャブを採用した派生車種のスーパーキャリー、スーパーキャリーについても便宜上、記述する。2018年4月現在、同社の新車で購入できる自動車の商標としては、最古の商標、11代57年となる。1971年から2009年までの39年、連続で日本国内で販売されているトラック、計、小型、 普通の社名別年間販売台数第1位である。さらに2010年1月で累計販売台数400万台を達成した。シャーシ構造が全く異なる5 1系、9代目キャリー、3代目エブリー。トラックが FR、1ボックスが MR と駆動方式すら違うと 16K、11代目キャリー、現行エブリーを除いて、 バンタイプの鈴木エブリーと2002年までは共通の構造を多く有していた。鈴木から松田に OEM 供給を行っている松田スクラムのトラックタイプはこの車両をもとに一部外装パーツの変更を行ったものである。またエブリーも1981年まではキャリーを名乗り、1991年から1993年の間は上級車種以外の車種については キャリー版の社名で販売されていた。軽自動車の新規格に適合させるため1999年以降のキャリーはセミキャブロングホイールベース仕様だったが2005年11月におよそ7年ぶりにフルキャブショートホイールベース仕様の FCK が追加された。ボディサイズは新規格で濃厚用に特化したタイプ。ただし OEM 車種のスクラムトラックにはこの仕様が設定されなかった。 2013年8月のフルモデルチェンジに伴って、フルキャブショートホイールベース仕様へ統合をされ、OEM 車種のスクラムトラックもフルキャブ、ショートホイールベース仕様へ移行された。なお、欧米や東南アジア、インド、オーストラリア等では、排気量を拡大したモデルが生産、販売され、また、大部国民車、現、韓国 GM からは9代目、エブリーにおける2代目が、ラボ、 ラボー、エブリーは、ダマス、ドミス、南米では、シボレーブランドで、シェベレレ CMP という名称でいずれも現在も生産されているが、ダマスは、フェイスリフトを受けている。社名は、英語で、運ぶの意味。なお、カナ表記に関しては、キャリー、超音、キャリー、捨てナなどと、誤食されるケースが少なからず存在する。 1950年代後期の鈴木自動車工業はオートバイ市場で成功する一方、軽乗用車からライトバンに発展した鈴ライトフロンテで四輪軽自動車市場の一角を占めつつあったが、市場のニーズに沿った営業上、当時ブームであった軽オート三輪トラックに危険するようなタイプの商用車が求められたことから、フロンテよりもより本格的な商用車として開発された。 社長の鈴木三郎は正気を逸するべきでないと考え、技術陣に1年間で開発を済ませろと命じた。スズライトなどの開発にも携わった稲川誠一が担当の設計課長となった。稲川らは1年という短期間での急増では、試作を繰り返して残った設計を用いる余裕はない、とありきり、シャーシは普通トラックに習って、前後輪とも、 リーフスプリング支持固定軸の単純頑強な構造を採用する力技でトラブルを回避した。専用の空冷直列2気筒2ストロークエンジンも開発を先行させ、二輪車用の短気筒エンジンを2個つなげたような作りでシリンダごとの独立キャブレターを与え、高回転で出力を稼げる構造で完成させた 21PS5500rpm。その上で、 トラックとしての全体スペックが決定した時点で、トランスミッション内の減速ギアで、実用向けな回転数に落とす槍で長尻を合わせた。当然燃費は悪くなったが、実用面での動力性能が高かったことから、大きな問題にはされなかった。ギアボックスは自流に合わせて一速以外、シンクロナイザー付けの四速、コラムシ等をおごり、運転しやすくした。一方、 スズライト、横置きエンジン、前輪駆動ではまだ導入されていなかった、スパイラルベベルギア用の歯切り機導入、スイスエリコン車制及びアメリカグリーソン車制が実現した他、作動装置については、自社で後輪駆動車用の歯車生産が可能となった。スタイルはセミキャブオーバーだが、エンジンはフロントシート下に配置するアンダーフロア型としている。並行して、 軽トラック専用の製造工場も愛知県豊川市に特管工事で建設されることになった。建設の指揮を命じられたのは銀行員から鈴木三郎の娘婿となり、1958年に鈴木自動車に入社していた鈴木治後鈴木社長、会長で会社中枢である企画部との対立を抱えながらの社内失脚の危険含みの匿名であった。 オサムは現場での陣頭式に立って、職人たち相手の膝詰めの交渉などにも、懸命に取り組み、わずか9ヶ月で、豊川工場を完成させた。しかも、建設予算3億円に対して、最終費用は2億7千万円に抑え、3千万円を企画部に突き返した。豊川工場建設の実績は、鈴木オサムが、鈴木社内での実力を認められるきっかけになった。 豊川工場のラインで量産が開始された初代キャリー FB 型は単純堅実で信頼性の高い作りと30万円弱の低価格とが功を奏して商業的成功を収めスズキの商用系四輪車市場での地方を確固たるものとしたバンはエブリーとして独立するスーパーキャリースーパーキャリーは2018年に発表されたラージキャブ エクステンドキャブ仕様の派生モデル、競合車のダイハツハイゼットにおけるハイゼットジャンボーに相当、2018年4月16日付でティザーサイトが公開されており、2018年5月17日付で販売が開始された。形式は11代目キャリーと同じ DA-16T となっている。このスーパーキャリーの名称はもともと、 海外向けの車種名として用いられており、長年、ベトナム向けに、ベトナム鈴木車を通じて、生産、販売が行われており、2016年7月からは、マルチ鈴木インディア車が、インド向けモデルの生産、販売が開始された経緯があるが、名称が同じなだけで、仕様が全く異なっており、ベトナム向けでは、8代目キャリーをベースに、左ハンドル仕様に変え、当時のキャリーでは、 鈴木ロゴだったフロントデザインも S マークに変更されている。エンジンは 970cc4 気筒の F10 アンペア型エンジンに置換。インド向けでは専用のボディデザイン設計となり、エンジンは 800cc の E08A 型直列に気筒 DOHC8 バルブディーゼルエンジンが搭載されてり、いずれも軽トラックよりも排気量が大きい小型トラックとして販売されている。 開発のベースとなっているのは、第45回東京モーターショー2017に参考出品されたコンセプトモデル、キャリーケイトライチコンセプトで、ケイトラシエの出店を想定し、キャビンを従来型より広くとった、居住性、ゆとりある、室内空間を重視する顧客に対応したモデルであり、この時点で、キャビンの窓ガラスが、車検対応仕様、 すなわち市販化を念頭に置いた説となっていたことが明らかになっている。また東京オートサロン2018では、キャリーフィッシングギアを参考出品、釣りでのレジャーユースを想定したカスタマイズが施された。キャリーに比べて、キャビンが後方へ 460mm 拡大、全高が 120mm 高くなった、ラージキャブ仕様で、運転席は最大40度のリクライニング機構が追加され、 シートスライド量はキャリーよりも4 0ト、mm、ル長い1 8 0ト、mm、ルとしている。リクライニング機構とシートスライドは、助手席にも搭載されているが、リクライニング角度最大24度、スライド量1 0 0、mm、トル。ラージキャブ化により、オーバーヘッドシェルフが標準装備され、高さ9 2 0ト、mm、ル、横幅1 2 3 5ト、mm、ル、長さ2 5 0ト、mm、ルのシートバックスペースも、 設けられた。また、軽トラックで初の助手席前倒し機構が搭載され、シートバックテーブルも装備された。キャビンが拡大した分、二大長は従来型より短くなっているが、キャビン後方の下部に高さ 230mm、奥行き 495mm の開口部を設けており、二大長 1480mm に対し、二大フラワ長は 1975mm が、 確保され、2台フロア長だけで比較すれば、キャリーよりも 55mm 短い程度にとどまっている。グレード体系は L と X の2グレードが用意される。装備内容は L がキャリーの KC エアコンパワースで、X がキャリーの KX にそれぞれ準じているが、キャリーの該当グレードと異なる点として、前後後発進抑制機能が標準装備になるほか、 全車オーディオレス仕様、オーディオレスに伴い、L はインパネボックス非装備となり、ヘッドレストは一体型タイプに変更。2大ステップは運転席側のみとなり、ユーティリティナットが追加される。さらに、X は専用装備として、運転席、バニティミラーとトップシェードガラス追加され、ファブリックシートは撥水加工が施され、UV カット機能付けガラスはフロントドアにも装備され、 フォグランプベゼルとドアハンドルはメッキに変更される。カラーバリエーションは KX と同一の5色展開となり、トランスミッションはキャリー同様 5MT3AT5X の3種類が設定される。なお、キャリーの OEM 仕様であるマツダスクラム、日産、NT100 クリーッパー、三菱、ミニキャブにはスーパーキャリーに相当するラージキャブモデルは用意されていない。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。